皆さんこんにちは。今私は東京の品川駅に来ています。横須賀からフェリーに乗って九州の新門司港まで行きます。東京九州フェリーさんの浜遊という船に乗って21時間の船旅をしました。基本的に最高の船旅だったんですけれども、気をつけていただきたいところも何点かありましたのでリポートさせていただければと思います。金曜日の今8時台なんですけれども、20時5分の三崎口に乗っていきます。品川駅から横須賀中央駅までは53分です。停車駅も川崎駅や横浜駅を停車する、非常に快適な運行をしています。イブニングウィング号という電車に乗りました。この列車は300円をプラスで支払い必ず座れる快速列車という謳い文句になっています。確かに私が大学生の頃いつも利用していましたが、ぎゅうぎゅう詰めの快速列車という状況でしたが、300円を払って座ってこちらまで来れるので非常に快適でした。横須賀中央駅からフェリー乗り場までは徒歩で30分くらいかかりました。30分かかった理由というのは、途中でセブンイレブンさんで食事等を買い込んだからです。通常に歩けば20分ほどで着くと思います。セブンイレブン横須賀1丁目日の出店さんで購入させていただきました。港の方に歩いて行ったんですけれども、だんだんと暗くなって心配だったんですけれども、大きなフェリーが見えました。 iPhone の Google ナビを頼りにフェリーターミナルまで無事到着しました。なんとなくこの辺はですね、徒歩で入ってもいいのかなというような感じがして、恐る恐る入っていきました。道路に北九州行きフェリーと書いてありましたので、この道を直進しました。フェリーチケットですが、当日の3時頃ですね、午後3時頃思い立ったかのように予約しました。この予約番号の表を受付のお姉さんに渡しますと、乗船券と交換していただきます。乗船券はこの紙の乗船券を1枚渡されます。なくさないように持参してください。こちらの受付で予約番号を渡しますと、乗船券と交換していただけます。こちらが本日の横須賀から新門司の航路です。約21時間をかけこのような船旅をしていきます。フェリーターミナルの売店で横須賀海軍カレーというのぼりを見てしまい、早速食べてしまいました。価格は1200円で、なぜか牛乳もセットでついていました。とても美味しかったです。こちらが本日乗船する浜遊です。定員は268名、全長は 222.5m と非常に大きな船です。2021年7月に就航しており、非常に新しい船です。船は23時45分出航ですので、
徒歩の方は23時から乗船開始になります。こちらが今日宿泊するツーリスト A のお部屋です。非常にコンパクトなお部屋になっています。船内共有部分はご覧いただけますように非常に綺麗です。お風呂も乗船してすぐから午前1時までお風呂に入ることができて、翌日8時から6時までお風呂に入ることができます。お風呂も非常に綺麗で、露天風呂とサウナまでついていますよ。こちらは自動販売機でビールやジュース、カップヌードルも食べることができます。お湯もこちらの99って書いてあるんですけれども、お湯を注ぐことができます。エレベーターも完備されています。こちらは売店になります。ツーリスト A なんですけれども、タオルは付いていないので、タオルセットをですね、300円でレンタルすることができますので、レンタルした方がいいと思います。この画像は自分でベッドメイキングをしたんですけれども、ぐちゃぐちゃになっちゃってますね。当日は満月で天候も良く、非常に気持ちのいい出航日でした。東京九州フェリーの社員さんがお見送りしてくれてますね。こちらが先ほど言ったレンタルタオルセットですね。300円になります。それからツーリスト A には歯ブラシセットも付いてませんので、持参した方がいいと思います。こちらはセブンイレブンで購入した食べ物になります。それではキリン特製のジンジャーエールサワーと鮭おにぎりを食べていきたいと思います。乾杯。
洗面所やトイレも非常に綺麗です。いつも持参している歯磨きセットで歯を磨こうと思います。簡単なお部屋紹介をしたいと思います。177センチの私でも余裕で寝ることができます。こちらはロールカーテンになっています。左手には照明と USB 端子と電源があります。こちら USB ですね。でこちらを開けると貴重品入れなんですかね、ちょっと鍵はついてなかったんですけれども、貴重品入れみたいな小さい荷物置き場があります。それからこちらが空調口ですね。回ると閉じるのかな、そんなような感じです。皆さんに迷惑がかからないようにですね、朝の4時頃起きて誰もいないところを撮影しました。こちらはキッズルームになります。今の時刻が8時20分です。8時から9時までオープンしている朝食を食べに行きたいと思います。今回食べたのは洋風プレートになります。お支払いですが、こちらの自動精算機でお支払いします。こちらは船の先端にある船首展望席ですね。こちらからすごい景色がよく見えます。こちらは船の後方の方になるんですけれども、後方の方にも自由にこのように出ることができて、海を見ることができます。本州最南端の潮岬灯台も見えてきました。
こちらは海上バーベキューセットになります。バーベキューセットとビールで2400円でした。海上で飲むビールと海上で飲むお肉はとても美味しかったです。また次回もバーベキューしたいなって思いますね。海上バーベキューとても美味しかったです。ごちそうさまです。日常生活では味わえない21時間の船旅は非常に快適でした。この画像はもう旅の終盤なんですけれども、このままずっと船に乗っていたいなというような気分でした。海上に出てぼーっと船を見てたんですけれども、あれこれ潜水艦じゃないのっていうので、近くの人に聞いたら潜水艦ですよというふうに教えてくれました。それから長旅で感じたんですけれども、船の枕ってですね、ちょっとこの薄いんですよね。で、寝るときにちょっと寝づらいという点が私はあって、こうやって折り曲げてちょっと高くしてですね、寝るようにしました。まあこれは個人差があるんで何とも言えないと思います。それから今回運よくですね、私の隣には誰もいなかったんですけれども、やはりですね、寝てるときに他の人のいびきとかが聞こえてきて、あれってなるので、耳栓ですとかエアポッツとかは持ってきていた方がいいと思います。それからお部屋なんですけれども、まあ、これはトイメンでですね、こちらもトイメンなんですけれども、このようになってますね。それから旅の終わりの夕食は私の大好きなどん兵衛で締めたいと思います。21時間の船旅はここで終了で、あっという間に新門司港に到着しました。ここは新門司港のフェリーターミナルです。しかもですね、サービスが非常に良くて、東京九州フェリーさんのバスでですね、小倉駅まで無料で送迎していただけました。ターミナルからですね、小倉駅までは約40分もかけて送迎していただきました。私は小倉駅からちょっと贅沢なんですけれども、新幹線を使いまして博多駅まで行きました。費用は2160円です。いかがだったでしょうか。東京九州フェリー浜遊に乗って横須賀から新門司小倉まで来れます。1万2000円という破格の値段でかなり楽しい船旅ができました。それでは皆さん、動画のご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、いいねもお待ちしております。